北緯35度42分45.3秒、統計139度47分42.9秒、北緯35.712583度統計139.795250度、35.712583、139.795250、浅草公会堂は、日本の東京都台東区浅草にある、台東区立のホールである。指定管理者制度による明治座。 野村ビルマネグループが管理、運営を行っている。1977年10月に、コケラ落としが行われた。設計は、日券設計である。1974年3月に、台東区役所浅草庁舎を取り壊して建てられた。これに伴い、ホール前の通りの名称が、区役所通りから、浅草公会堂オレンジ通りになった。毎年1月に、 新春浅草歌舞伎が開催されるほか、2月にはオスカープロモーションなどが主催する着物クイーンコンテスト、3月には浅草芸能大賞、10月に民謡民、舞今、フェス、11月に漫才大会などが開催されるほか、映画の上映会、舞踊などが主に開催されている。年末年始と1月の大半は新春浅草歌舞伎が開催されるため、 一般での利用はできない。なお、正面入り口前のスターの広場には大衆芸能の振興に貢献した浅草ゆかりの俳優、落語家、歌手、芸能人の原寸手形とサインが1979年により設置されている。東京都台東区立浅草公会堂の設置等に関する条例台東区指定管理者制度導入施設一覧。ありがとうございます。